おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は地震大国日本、東日本大震災前後の地震を振り返り、南海トラフ巨大地震について考えるです。最近トカラ列島で少し大きい地震があり、本州の内陸部でも大きな揺れを感じる地震がありました。そんな時、専門家、南海トラフ地震は始まりつつある、相模トラフと連動の危険性もという記事を見かけました。立命館大学環太平洋文明研究センター特任教授の高橋学さんは、国民的なパニックを引き起こしかねないので可能性が高まっているとは口が裂けても言えないでしょうと指摘した上で、南海トラフ地震はすでに始まりつつあると見ておられるそうです。私は地震の専門家ではありませんが、データ分析のプロです。この記事の指摘が正しいのかどうか、過去の地震データを分析することにしました。まず東日本大震災発生前後の地震の記録を見ました。東日本大震災の2011年3月11日は多くの余震が発生していますが、その前日と前々日にも大きな地震が発生しています。東日本大震災の震源域はもともと地震の多い地域なので、震災発生4年前から順に地震の発生状況を見てみました。1年前までは特に変わった様子は見られません。直近の3ヶ月前から直前まで見ると、1月前から震災の震源域で地震が増えているように見えます。多くの余震が発生していたのでしょうが、もともと地震が多い地域だっただけに、東日本大震災の予知には至らなかったようです。震災当日の地震発生状況を見ると、当然の結果ですが、震災域だけに地震が多く発生しており、他の地域では地震はほとんど観測されていません。東日本大震災クラスの巨大地震になると、地震発生1月前ぐらいに活発な余震が発生するようなので、それを見極めれば地震の兆候がつかめるかもしれません。今注目しているのは南海トラフとの巨大地震。2021年1月から12月までの地震発生状況について調査しました。最近地震のニュースが多く気になっていたのですが、直近では特にプレート周辺に地震が集中しているということはなさそうです。ただ10月にはプレート沿いに地震が集中しており、少し気になります。11月以降、少し規模の大きな地震が発生しているのも気になるところです。このような地震が以前からあったのかどうか見るため、2011年から今年までの地震発生状況を12月の記録で確認しました。こうして見てみると、近年特に地震が増えているわけではなさそうなので、ひとまずは安心かと思います。最後に南海トラフ巨大地震の震度分布の予測と南海トラフ巨大地震の津波の高さの予測を示します。こうして見ると、太平洋沿いで震度6以上となるところが広範囲にあり、南海トラフ巨大地震の恐ろしさを改めて実感します。津波も10メートルを超えるところが広く、地震発生時には速やかな避難が必要です。近々1月以内に
南海トラフ巨大地震が発生することはなさそうですが、防災の備えは必要。今、日本列島は地震の活発な活動期にあります。皆さんも万が一の時の備えをなさってください。これからも地震が気になった時にはこのような情報収集をして情報共有するようにしたいと思いますので、参考になさってください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もしよければチャンネル登録してやってください。